こちらは、ハンマーがトリガーと連動でダブルアクションにも対応しますね。それからハンマーを起こすとトリガーがシングルアクションの位置まで後退します。コッキングですけど、空想距離があってそこからメインスプリング、シリンダースプリングの圧縮が始まる。これ、まあ、だから2段引きですよね。で、すごくストロークが長いです。もうすごいリアルですね。コッキングに伴ってここのロッキングが外れる様子が再現されています。あとバレルもショートリコイルしますね。セーフティーなんですけど、ここはダミーです。動きません。ここでコッキングレバーもこれも動かしたくなりますけど、これもダミーで動きません。スライドストップにセーフティーの機能があって、ハンマーが起きている時だけかかります。上に上げてオンです。下げると打てます。コッキングをしてハンマーが起きるとかかります。マガジンですけど、これはもう本当に完全なフルサイズのマガジンと言ってもいいんじゃないですかね。長さも十分ある気がしますよ。USB と似たこういう左右両方から操作できるマガジンキャッチです。自重で落下します。じゃあコッキングして打ちます。セーフティーかけて、はい、打てません。外して、675グラム、